要日本家人尊重历史。怖い。怖いないよ。勉強して。パパ中国人だから勉強して。したな。一緒に。怖かった？미안해ね。でもパパ中国人だからいろいろ教えるね。日本人我现在那个了，我们睡。无情的日本老婆。조금2주동안은宇都宮들어오지마요진짜지금초위험한상태야아니안돼진짜너무위험해지금우리차그얘기도있어유라도있어어떻게걸리면昨天就在这个7-11便利店的旁边那家饭店吃饭了。今天就感觉自己挺难受的，我得去医院检查检查了。大家以后一定要注意安全。你日本老婆的播。何をしてる？タツ、息子に？トリオだけ。まだまだよ。ち奇怪的日本媳妇。
아찔려봐진짜가을오니까내가피부간절하고진짜바람피부는탔어진짜난좋아지네어디가여보여기가여기가여기가뭐하세요오가씨에이運動で最近いつも忙しいんでお疲れ様肌が乾燥して痒いって言ってたから心配だったよローション塗らないといけないのに塗らなかったからねだからこうミノアミノ酸ボディシャンプーを塗ってきたよ肌は保湿してくれるから乾燥したり痒くなったりしないよしかもこれ一本で赤とんぼが全部予防できるんだよだからユーミンさんあなたはワクチンや頭から足まで洗えるよこれからもファイトーやばどうもありがとうめっちゃ腹痛い진짜착한다谢谢복부찜 에? 에 아나저거네좀그래가족이다안쳐보네가족이다쓸수있어와부끄러워お疲れ様でした ありがとう歯磨きどうぞありがとうご飯どうぞありがとう日本老婆是忍者。欢迎大家。啊，大丈夫。我됐어하지마。啊。지금시간도어서。감사합니다。감사합니다。日本媳妇的第三个孩子竟然不是我的。你知道日本人有多迷恋宠物吗？他们养的宠物也是千奇百怪，你瞅瞅这造型，还有这个，这个，你瞅他养蛆似的，还养蛆呢，这是，也不知道女儿最近抽什么风了，非让他妈给买个小老鼠。这日本女人真是惯孩子，要就给买，这不一到了完他自己睡着了，就剩我儿子搁那嘎嘎乐，不知道乐什么。这日本人买的东西真是太磨叽了，一个60块钱小老鼠买完就走得了呗，这非要不走，人家磨叽一个点还没走。我看着店员跪的实在我难受，我就催我媳妇赶紧走得了。没想到我媳妇地方话又让我惭愧不已。怎么？为什么现在跑了？예모토다가이네에すごい哪就是刚才让鸟嗷一声就给我干坐地上了现在我老婆这家又磨叽签合同又签一个小时我真是服了都买一个60块钱老鼠他搁那签生死状的搁那啊不许虐待不许不给饭吃如果被发现还容易进去看来每个生命都值得被尊重妈妈